いつもお風呂上がって髪の毛乾かした後もうすぐね前髪ピンで留めちゃうんだけど、昨日たまたまそう前髪しなんかテレビ見てたら乾いちゃっててで、あのってあんまりさ前髪分けてないことないじゃないですか。だから聞いたら圧倒的にね多かった、てか圧倒的にめちゃめちゃ多かった。でも多分前髪分けてない方が踊った時に楽なんだけど、あんは分けない、分けた派、分ける派。あんのキキララのピン、あ、今近くにないや。なんかあれ片っぽ2個あったんだけど片っぽどっか行っちゃっての新鮮というか、あのね今前髪を巻いてない時も目にかからないくらいの長さだから下ろしたうん、今日何してたの？今日は普通に起きて、でも昨日本買ったのね。あのようやく君の膵臓の原作を手に入れることができて、なんか普通に買い物をしようと思って、花束じゃない、お花ありがとうございます、ハートありがとうございます。なんか別に本屋さん目的で出かけたわけじゃなかったんだけど昨日、だけど行ってみようと思ってで行って、でもめっちゃ迷ったの、行くか、暑いし早く帰りたいしどうしようと思って、で本屋さん行ったら奇跡的にあってもう読み終わっちゃった。本当にずっと読んじゃう、なんか新しく買った本すごいすぐ読んじゃうんだよね。こんばんは。夢どんなだった？夢？あ、今日見た夢覚えてるんだよね。ニーヤンが出てきた。なんかうちの実家のリビングになんかあるの、棚じゃないけど、なんか棚みたいな引き出しがあって、なんか夢の話ね。でちゃんとそこに普通にニーヤンもいて、でなんかニーヤンの引き出しを開けたらなんかその青が新潟に行く、新潟に行くってなった時にきっとニーヤンが青に渡そうとしてた手紙の下書きみたいなのが大量に入ってて感動した夢を見たでもこれは夢です。これは夢です。いや、わかる。結構リアルだよね。普通にありそうだよね。あ、これ実話ではないです。え、だからなんか青の見る夢いつもなんかその何結構ストーリー性がある夢見るんだね。現実どうだったっけ、ニーヤにあったかな新潟行く直前覚えてないんだけど、メイク配信結構前にやったんだよね。でもあんまりどうなんだろう需要あんのかないのか分かんない
でも今日もうファンデーション今日塗らなくて、最近ファンデーション配信の時にもここ2、3日くらい塗ってたんだけど今日塗らなかった。手紙欲しかった。でも新潟に来るタイミングでめっちゃいろんな人から手紙もらった。親戚から LINE 来たかな。あの青のおばあちゃんが LINE 始めてなんかさ、電話番号で追加されましたみたいな。で急におばあちゃんの名前が出てきて、えばあちゃん、ばあちゃんまさか LINE 始めたのかと。ハートありがとうございます。そう、まだ話してないんだけど、おばあちゃんが LINE を始めましたなんかメールもしなくて、おばあちゃんとメールもしてなくて。ハートありがとうございます。もう話すとしたら電話でしか話さなかったんだけど、そう、LINE を始めたみたいで そうなんです結構ね、そう、今までなんでやってなかったんだろうってでも嬉しいババの公式 LINE、 ババの公式 LINE おばあちゃんの公式 LINE じゃないですよ花ありがとうございます。それが今日の一番のニュースこんばんは。二人も今日決まってるありがとうございます。でも最近あんま二重のコンディションがいつも同じかもしれない。二十歳で料理し、青も買えないと思ってたもん。だってうん、普通に買えないと思ってたこんばんは。今日は日曜日ですね。今日は日曜日ですね。みんな今日はお休みでしたか？ありがとうございます。仕事だった？お疲れ様。どんな一日でしたか？今日は普通な特になんか特別なことはしなかったですね。はい。ああ、そうか、お話し会とかか。そうですよね。他のグループさんが始まってましたね。今日も暑かったです。同じくです新潟という名の夢の国から帰宅しました。お帰りなさいです。新潟という名の夢の国寺ひなが駄菓子総選挙やってたけど、あおちゃん駄菓子食べますか？あおちゃん駄菓子好きだけどそんな食べないですね。でも駄菓子すごい、駄菓子屋さんとかすごい好き駄菓子屋さんはすごい好きです。でもあんまないんだよね。学校の勉強、宿題出てないからしてない。でも勉強しなきゃなんかもう勉強しなきゃ勉強しなきゃって普通にここ1週間くらいずっと思ってるんだけど、なん
かなかする気になれなくて、珍しい、珍しくないけど、全然よくあるんだけど。ハートありがとうございます。なんか焦り始めてから勉強しちゃうんだよね、どうしても。なんかさ、テストのさ、2週間前から勉強するみたいな感じじゃないですか、多分先生たち的には。でもどうしても1週間前から始めますね。1週間前からもう詰め詰めにする、昔から。なんかそれこそ中学生の時とかは普通に2週間前から始めようって思って一応手つけるんだけど、そう、まあ1週間前からでいいかってなっちゃって、1週間前から勉強してますね。駄菓子屋さん好き、駄菓子屋さん好きです。だから1週間前から頑張ってます。でも前日はね、さすがにないかな。ハートありがとうございます。前日はない、多分せめて5日前くらいから焦る。やばーってなって、なんか中学校の頃は計画表みたいなのが配られて、なんか自分でこの何曜日何曜日に何の教科のワークの何ページから何ページをやりますっていうのを2週間前に全部なんかもうスケジュールを立てて、先生に提出しなきゃいけないっていうルールがあったのっていう宿題があって、それ出さなきゃ結構先生に出してください出してくださいってめちゃめちゃ言われるやつがあったんだけど、そう、それ全然その通りにやったことが本当になくて、そうそうそう、まあでもなんとか勉強してるんですけど。1週間前で部活ができ、あ、部活やってる人はそうだよね。あ、部活やってないからさ。でも1週間目に焦るけど。そう。原付の免許、うん、取らないかな。でも車の免許はいつか取りたい。本当に、そういうルールが、そういうルールっていうか、そういう宿題が、もう、あの、もうテスト、定期テストを、2週間前には必ずあって、宿題1個丸々忘れてて8月31日泣きながらやった記憶ある。あー、青は青でもなんかなんて言うんだろう、夏休みの宿題はワークとか漢字とかなんかその書く系なんて言うんだろう、数学とかの問題をひたすら解く系は結構早めに終わらしちゃって、なんか最後の方は習字とかで、習字とかを最後の方に残しちゃう、いつも。習字とかは普通に前日とかに書いちゃったこと、書いたこともあるし。あとポスターとかも、なんかポスターを書かなきゃいけなくて、美術の授業で。もう本当にポスター書くの本当に大変だった。家で書いて本当に見せられないくらい、本当になんかもうだいぶ手抜きのポスターになっちゃったんだけど、やばいやばいやばいってなって。一夜漬けはね、一夜漬けめっちゃ苦手なんだよね。眠くて寝ちゃう、もうなんか睡眠時間優先したくなっちゃうんですよ、本当に。142日ありがとうございます。睡眠時間が欲しくなっちゃって
なんかもう寝ないと勉強、寝ないと問題解けないって思っちゃって、なんか寝ちゃいますね。そうなんですよ。そう寝ちゃうんです。なんかもうそう睡眠大事って思っちゃう。でも寝すぎちゃうんだけど。そうそうそう。だから徹夜、そのテスト前に徹夜したね覚えがねない。いいことなんだか悪いことなんだか分かんないんだけど、結構あ明日の教科やばいなーと思いながら寝ちゃう人。テスト対策は授業から始めないとね。もうその通りだよね。その通りですよね。まあでも難しいよね。眠くなっちゃうもん。授業って眠くなっちゃう。授業は眠くなっちゃう本当に。でもノート書く、ノート書くのが好きで、ノートをきれいにまとめるのが好きで、そう。ね、でもさ、これあるあるだと思うんだけどさ、なんかもうめっちゃ眠くて、もうめっちゃ眠くて、もう先生の話聞こえないみたい、聞こえないくらい眠くなってる時でも頑張ってノート書くじゃないですか。でそれで次の日とか次の授業、その何日か経った後にノート見返すと、もう字読めないみたいなことあるあるじゃない。なんかもう本当にまっすぐ字書けてないの、もう眠すぎて。もう読めない。その時はその眠い時は結構頑張って書いて、普通に書けてると思ってたんだけど、後から見たら何これ全然読めないんだけどってなって。小中学生の時は成績良かった。でも小学校ってさ、どうなんだろう、小学校ってなんか成績いい悪いあるのかなと思って。いや分かんないけど、小学校の時は普通に勉強してました。普通に勉強してた、宿題を普通にやって。でも小学校ってあれじゃないですか、定期テストじゃなくてその単元ごとにテストがあるじゃないですか。だから全然なんか普通に大丈夫だった。でもあの漢字50問テストは毎回ガチで本当に勉強してた。なんか漢字50問テストを100点取りたい意欲がすごすぎて、50問テストは本当にガチになって勉強してた。でも96とかそれこそ98とかの時は本当に悔しすぎて、もう悔しすぎて、もう悔しすぎた。でも一回だけ小4の時にその50問テストで100点取れたことがあって、もうその100点取れたのが嬉しすぎて、もうずっと取ってある、ずっと取ってやるそのテスト。50問テストはねガチで勉強してた小4の頃から。あとは小学生で勉強してたことは、あでも小6からちゃんと勉強し始めました。小6からは英語を勉強し始めました。あと中1の内容とか、英語は小6から普通に塾で勉強してました。
だからね、中1の英語の一番、中1の中学1年生の年の英語のテストを本当にめちゃめちゃ、自分で言うのもあれだけど、結構いい感じだった。けど中2から難しくなって、でも本当に英語だけなんか良かった英語だけ得意でした。あー、小テストね、小テスト好きなんだよね。なんかでも小テストってあれじゃないですか、なんか小テスト、何を落としたんだっけ、小テストってなんか前日なんか急に やられたりするから、それは嫌だけど、ちゃんと教えてほしいけど、小テストはね嫌いじゃない分かる。これからの英語がもう怖い、もう難しい、もう中3に入ってから難しくて、なんかいや、それこそもう中2の時から難しかったんだけど、そう、中に新潟来てから英語の授業が東京の時の学校より難しくて、うわーってなって、今まで英語めちゃめちゃ一番できてた教科なのに全然できなくなっちゃってそう、英語でも高校1年生の英語は割と、高校の英語は割と平気よ今。数学の方がやばい感じやばいやばい。This is a pen しか分かりません。そんなことないでしょ、ペンのところ何なんかに変えればいいんじゃない英語ね、でもなんか中学1年生の英語の内容がいちゃんと分かればまあなんとかなるみたいな、聞きません、聞かないかな LINE で英語苦手って追加されるかな、追加しようかなもうそれだったらもうどんどんもう全部の教科になっちゃう。そう、なんかレベルが高くて転校したら ライティングが好きだった、聞いて書くやつ。 ALT の先生がめっちゃ、でも本当に簡単な文なんだけど、簡単な文を先生が言ってそれを書くやつがライティング。リスニングはでもリスニングの問題さ、なんかねあれなんだよ、あの3択だったの、あの小テストであったリスニングの問題が3択で、もう本当に分からなかった時は、本当にリスニングがもう聞き取れなかった時はもう3分の1の運に任せてた時はあった。NGT しか分かりません。 NGT が新潟です英語の教科書にグリーン先生っていました、いました。あれ今の教科書何先生だっけ、そこまでちゃんと見てないけど、グリーン先生いた
可愛い、ありがとうございます。でもなんか同じ、なんか中学と同じだった気がする。なんか教科書の登場人物ちゃんとよく見てないんだけど。でもリスニングは難しいよね、早いから。発音なんかそのちゃんとした英語の発音に慣れてないから聞き取れない。しかもめっちゃ早いし、もうちょっとゆっくり喋ってほしいって思っちゃう。はい、ありがとうございます。What do you do? あなたは何してる？配信してる？合ってる？ナンシーとかよく出た。あ、ナンシー、ナンシーいたっけ。あ、なんかメイリンとかいた。誰だっけ、私も思い出せない。お疲れ様、お疲れ様です。お疲れ様です。あ、これもう英語のコメントでいっぱいになる流れだ。ああいうハンプティーダンプ、ハンプティーダンプティー知ってる？ハンプティーダンプティー知ってる、知ってる。アリスのやつ。ハロー、ハロー。英語の歌詞調べたり、英語の歌詞、例えば。でも洋楽あんま聞かないんだよな。洋楽はあんまり聞かないです。でも洋楽好きな人かっこいいよね。けど洋楽聴かない。ヘレン先生、うん、聞いたことない。なんか何だっけ。あー、そうなのか。洋楽あんま聴かないんだよね。やっと会えたそばで。あ、それは分かりますよ。NGT 洋楽好きです。すごいかっこいい。でもなんか学校の子とか、学校の子すごいおしゃれな子多くて、なんか青の友達とか、メールに書いたんだけどさ、青の友達とか学校の子とかおしゃれな子多くて、本当にだからすごいなーって流行りに乗ってるなーって、なんかすごいなーって思って。海外ドラマ字幕で見るのがいいらしい。あー、字幕ね。あ、でも字幕か。海外ドラマまんま見るんだよな。でもチャーリーとチョコレート工場っていう映画がすっごく好きで、あのママとよく見てたんですけど、その時はねちょっと吹き替えでしたね。吹き替えで見てました。字幕も、でもママは字幕の方が好んでおって。なのでママ字幕好き。遊びに来ました、ありがとうございます。星の家に来たよ、ありがとうございます。あ、これも聞こえないのかな。ありがとうございます。チャーリーとチョコレート工場が今までで一番めちゃめちゃ見てる映画、多分好き、すっごく好き。あとあれも好き、あれもよく見てた。アリスの実写版みたいな、ジョニー・デップのアリス版バージョンみたいな。ママが好きで見てた。こんばんは。
コレート工場すごいよね。チャーリーとチョコレート工場はすごい好きです。めちゃめちゃいい映画。あ、アリス・イン・ワンダーランドだ。確か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 。なんかわかんない、なんでたんだろうね。なんかすごいママが好きで。シザーハンズ、あ、知ってる。学校の授業で見たんです。学校の授業でシザーハンズ見た。モンダナギエスクセ。こんばんは、久しぶりに連絡来た。マジでどんな話で盛り上がりましたか。高校の話とか、なんかどこの高校行ったよみたいな話をしました。そう、なんかすごいね、なんかやっぱ地元のこう中学で別れちゃったから、今何してんのかなとかめちゃめちゃ気になるから、そう、なんか誰々と誰々で同じとこ行ったよーみたいな聞くと、そうなんだってなりますね。シザーハンズもめっちゃいい映画だよね。初見で、初見ありがとうございます。古舘です。古舘葵です。学校の授業でシザーハンズの先生の、多分先生の先生だと思う。多分先生が選んでた。ありがとうございます。配信見てるんじゃないかな。あ、見てる友達もいると思う。あ、なんか見てる友達いると思う。わかんないけど、でも今はどうかわかんないけど、たまになんか一回スクショ送られてきた。今見てるって、ありがとうってなる。電話はあんましないかな。初見だけど知ってます。あ、ありがとうございます。そう、地元の友達もすごい連絡してくれてありがたき幸せ。友達多そう。結構なん人脈広い方なのかな、ちょっと分かんないんですけど、でも習い事やってたから、習い事結構いろいろやってたから、その習い事ごとの友達がいたから、まあ少なく、どうなんだろう。でも結構なんか年上のお友達とかも多くて、習い事関係で、それこそバレエの友達とかは普通にニーニャより年上の子ともすごく仲良かったし、そんな感じで。そう、みんな優しい子が多くて、でもなんか幼稚園の、あ、でも幼稚園の時の友達はもうあんまり連絡取ってないけど、全然人見知りじゃなさそう。あー、確かに、なんでだろうね、人見知り、確かに。でもあれかもしれない、多分習い事とかも結構小さい頃からずっといる子たちが多いから、だからかもしれない。なんか大きくなって友達作ったり、そういう人間関係、初めて初対面の人たちに会うって場がなかったからかもしれない。
な。だから普通にバレエとかも、それこそ中学の友達もみんな小学校から同じで上がってきた子が多かったから、そういう感じかもしれないですね。そうそうそう、まる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 一気に出したな。覚えてますよ。青はね、すっごい人の顔っていうかすごい覚えてる。幼稚園の友達のこと、相手はどう思ってるか分かんないけど、初対面だけど、初対面だけど大丈夫かな。大丈夫ですよ、全然大丈夫、緊張しないで。まる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 、運動会で踊った、小1の時。初めて大人、みんな怖かったですか。あー怖かった、怖かった怖かった。オーディションとかそれこそめちゃめちゃ怖かった。オーディションとかめちゃめちゃ怖かったし、多分めっちゃ人見知りしてたと思う。今のは、でも今の普通にマネージャーさんとかもう今全然普通に、全然人見知り全然してないしあれだけど、本当に初対面の時は本当に話してなかったと思う。本当になんかもう、そう、あんまりあれじゃないですか、大人の方と話す場がなかったので緊張してた。パプリカ、パプリカ、顔の記憶力どうなんだろう、いいのかな、ちょっとわかんないけど、でも覚えられる方だと思いますよ。結構、でも結構普通に歩いてて全然知らない人だけど、なんかこの人なんかバスの中で見たことあるとかたまにある。普通に歩いててだよ、普通に歩いてて、友達と出会ったら何話す、久しぶりって初めての握手、緊張したよ、めちゃめちゃ緊張した、なんか緊張した、うん、どうしたらいいんだろうって思って。でも握手会は結構慣れるまで結構緊張してましたね。安藤さん全然怖いと思わなかった、全然優しい人だったなって思った。普通に話してくれてたからニコニコして緊張、確かにめっちゃ笑ってた。シャーベットピンクのフリーで、ひさし今は緊張しないんですよ。でも普通にステージとかはめちゃめちゃ緊張する、公演も毎回緊張するし、めっちゃなんかめっちゃさ、パーティー公演めっちゃやってた時あったじゃないですか、1年前、2年前、一昨年の1月とかめっちゃパーティーやってた時あったじゃないですか。あれでもめちゃめちゃ
やってたけど一回一回すごい緊張してた。だから普通に公演もめっちゃ緊張する。何いつやっても公演の時になんか緊張する。あ、お披露目の時泣いてたかな、全然覚えてないんだよね。あんまり覚えてないです。お披露目の時自分泣いてたかどうか全然覚えてない。でもめっちゃ号泣はしてなかったと思う。握手参加するのビビんなくて大丈夫だよ。普通に会うと楽しく話そう。でも多分なんだろう、でも別にその公演とかの緊張はいい緊張だったから、いい緊張だから別にあれとは思ってないんですけど、土日4公演とかやってたよね。ああやってました。でも全然青は全然大変じゃなくて、あの時なんだっけ、パーティーとパーティー夢しない日向さんのソロ公演、なんかもう全部入ってた時があって、土日でなんか昼公演と夜公演で演目が違うみたいな、あれも全然なんかそんな大変じゃなかった。そう、結構なんか嬉しかったし結構楽しんでやってました。緊張をいい力に変えていきましょう。まあそういう時もあるけど、もう全然できなくなっちゃう時もありますよ。だからもう緊張の度合いがさ難しいよね。なんかすっごいは緊張シーンなんですよ。だからなんか緊張しすぎると本当に今までのことが台無しになるくらい本当にできなくなっちゃうんですよね。だからあんまり緊張しないように、でもそれでも緊張しちゃうんですけど、そう楽しい、結構なんか忙しいのが好きで忙しいのがすごく好きで、だから全然忙しいことに苦をなんか苦って思ったことが一回もない。それは普通に NGT になってからもそうだし、あの、はい、加入する前からもずっとそうだった。緊張しないようにする方法、緊張しないようにする方法、なんかあんまり考えすぎない、でも考えすぎちゃうんだよな、なんかあんまりなんて言うんだろう、あんまりなんか力を入れすぎないというか、気をいい感じに気を抜くことがいいのかなって思うけど、その度合いが難しいよね。その度合いが難しい。早着替え最初は大変だった。早着替えめっちゃ焦った。 TDC の早着替えとか本当に焦って、もう焦って緊張したよ。なんかもう早着替えの前の曲中にも緊張する。ビンゴ抽選の時一番、そうなの、ありがとう見てくれて。そうですね、公園ね、そう、なんか忙しい方が自分なんて言うんだろう、忙しい方が忙しい方がプラスになる、なんかいい感じになる時が多い。なんか逆に
頑張ろうって思っちゃう。勉強とかなんか忙しいけどそれを理由にしたくないから頑張るみたいな時は割といい点数取れた時もあったし忙しいのが好きなんですよ。緊張ほぐす何かをやったりする、緊張ほぐす何か、青はなんかもう自分の考え方なんていうの、そのなんていうんだろう、なんかもうこれでなんかいい感じに頑張らなきゃいけないって思いすぎないこととか、でもやっぱ本当になんかこれしなきゃ本当になんて言うんだろう、もうなんかこれで成功しなきゃいけないとかまだ思っちゃうんだけど、あんまり思いすぎない方がいいのかなって思う。でもあはそれがあんまりできないんだけどね。公演前によく聴く曲、公演前によく聴く曲あんまないかな、なんかあんまないかも、あんまないかもあんまないかも。外国人だから生で見る、そんなこと大丈夫だよね、もう50分になっちゃう、早いね、あっという間だ。プレッシャーに強いタイプですか？多分めっちゃ弱いと思う一番良くない、プレッシャーに強いっていいよね。多分弱い方だと思いますよ。結構それこそピアノの発表会とか本当にそうだったんだけど、もう間違えないようにしなきゃって思ったら絶対間違えてためっちゃミスタッチすごいしちゃってました。これまあおとなしいタイプなのかな、結構楽屋うるさい方、いや研究生の楽屋はみんなうるさいと思う青はすごいうるさい方だと思いますけど、どうなんだろう、日によるかな公演前の時間は誰と喋ることが多い、なんかそれ結構聞かれるんだけど、なんかこの人っていうのはあんまいない、めっちゃだからなんか結構普通にみんなと喋ってるし、みんなめっちゃみんなでいる、でも本当にうるさいと思うあおちゃんとマッシー、あおとマッシーだけじゃないからさ、誰言ったの、絶対それ言った人もうるさいからね なんでなんかマッシーやった方がすごいうるさいみたいな、あお、まあおもうるさいと思うんだけどマッシーみんなうるさいって、本当に見えてほしい、でもヤヒは一番うるさいと思う、でも楽屋のヤヒ本当にみんなに見てほしい、もうおもろすぎるそう、うるさくしちゃうんですよ、あんまりうるさくしないようにしますね、じゃあでも本当にみんなうるさいって、夢がばっか、夢もうるさいしうまくもうるさいもんみんなうるさいよ、でも本当になんかもう見てほしい、
でも大塚もおもろい、サーヤもめっちゃおもろいし、本当に見てほしい、本当に見てほしい楽屋の姿。え、本当にみんなうるさい、結構なんか静かな人、え、そう思うじゃん、一人くらい静かな子いるんじゃないって思うけど、本当にみんなうるさいの、本当にびっくりするぐらい、みんないい感じにテンション高い。支給者タイムまだやってない、もうすぐする、もう今してる。そうだから、なんかその楽屋の雰囲気とかもすっごい好きで、みゆみゆもめっちゃ笑ってるよ。みんな本当に本当にうるさいし、本当に笑ってる。はい、そういうことでスクショタイムします、スクショタイムしますね。この流れで本当にパーティー公演の楽屋は本当にうるさい、めっちゃ、でもマッシーがうるさいかな。あ、もううるさいけど、普通にあのパーティー公演はね、あれよ、オーバーチャー、オーバーチャーさ、音が大きいからさ、みんな聞こえないかもしれないけど、裏でめっちゃみんなも一緒にミックス打ってるよ。めっちゃみんなもミックス打ってる。はい、そんな感じで明日の夜ご飯を発表したいと思いますね。その夜ご飯を発表したいと思いますね。どうしようかな、どうしようかな、どうしようかな、なんかでも同じのしかさ浮かばないんだよね。あ、また髪の毛すごいなんか落ちてる。どうしようかな、最近みんなが食べたいものは、どうしよう。はい、決めました。明日の夜ご飯は焼き、なんで分かったの、焼き魚です。焼き魚にしますね。なんかあのお魚の種類も指定しようと思ったんだけど、なんか高かったりしたらあれかなと思ってお任せします。経済的な考慮をいたして焼き魚にします。明日の配信時間は、はい、ありがとうございます。どうしよう、あ、でも明日は月曜日だ。明日はいつも通り朝の7時からと夜の20時から配信します。なので見に来てください。はい、ありがとうございます。明日も配信いたしますね。みんな起きて、青も起きるか。そんな感じで見に来てください。寝坊しないように気をつけます。
覚ましかけてね、あ、もう目覚ましかけるから。でも最近ちゃんと1個目の目覚ましで起きれるようになったんですよ。いや、前もそうだったんだけど。でも一応ね、3回目覚ましかけても7時までの間に。可愛くなった？ありがとう、ありがとう。電波時計順調のはずよ。あ、今携帯使ってた。今テレビの近くに置いてないからね。3個です、3個。プロデュース写真という形写真買ってありがとうございます、ありがとう。こんな感じで今57分になりましてね、あと3分です、はい、ということで明日の朝に会いましょう。みんな今日は早く寝て明日起きてね。ちょっと今日いつもよりめちゃめちゃなんかまったりゆっくりになったんですけど、大丈夫だったかな。ごめんね。はい、ありがとうございました。2周年記念 T シャツを招待してきてありがとうございます。あれ14日までとかだったっけ。皆さんぜひチェックしてみてね。今日もありがとうございました。みんな明日も会いましょう。今58分ですね。明日は9月の7日です。月曜日頑張ろうね。月曜日頑張ろう。月曜日頑張ろう。さて、今日の夜はどんな夢見るかなって。また変な夢見たらみんなに教えるね。はい、ということで今日もありがとうございました。ではではでは、また明日、おやすみなさい。よく寝てね。バイバーイ。ゲストとしのぎ、ありがとうございました。また明日見に来てね。バイバーイ。あとな、あ、もうちょっとだ。バイバーイ。